皆さんこんにちは。今回もカロス地方を、スピア一匹で旅していきますよ。前回はフェアリージムのマーシュさんを、しばいたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。というわけで、ボール工場見学にやってまいりました。なんやなんや、サナちゃんにエッチな展開か？なぜボール工場に、フレア団がいるんですかねー。不穏な匂いがプンプンしてきやがってますね。なんで勧誘されてる側がお金を払わなきゃあかんねん。お前らがお金を払って、勧誘しなきゃいけない側やろが。しかも500万円払わせるとか、やり口が反射すぎるだろ。論理が破綻しすぎてるんだよなぁ。フレア団って、本当にイカれた団体と言わざるを得んわ。この人はまあ、比較的マシな見た目と言っていいのではないでしょうか。お、ナイスだカルムくん、あなたポケモンを2匹持ってないじゃない、みたいな展開ではなくて、非常に助かります。火の玉ストレートみたいな言葉を投げかけてますねこの人。本当にこの謎のメガネみたいな機械はなんやねん。そのアイテムがなければ、おほほのほ、紫の口紅のキャラが好きなんすよー、みたいなことを言ったりできるんですが、あの謎のアイテムが本当に、そういう欲求をシャットアウトしてきやがるわ。というわけでボール工場の社長から、マスターボールとでかい金の玉をいただきました。でかい金の玉を売ると結構なお金になるので、衣装にこだわる私としては、非常にありがたい限りです。ほんとか？さっきフレア団の幹部の奴らが、ボールを全部独占したって言ってたぞ。少なくともうちの最強ちゃんは、メガ進化ができる側のポケモンではないぞ。どんな通話やねん。謎の言葉を残すために、私に電話をかけてこないでくれ。くたばれ。そのポケモンの名前を出すなや。んなわけねえだろうが。デマを流すなや。スカーレット・バイオレットの図鑑説明で、遭難した人を助けるみたいなことが書かれていた気がするんですが、こいつが元ネタかよ。そんなこと 100% あり得るわけがない、完全なデマなので、今すぐ訂正いただきたい。というわけで、フロストケイブという場所にやってまいりました。順路を進むためにはマンムーに乗って移動する必要があるんですが、マンムーさんはフロストケイブのことを気にしており、乗せてくれません。というわけでフロストケイブで何が起こっているのか、確認しに行こうというわけですね。マンムーさんが気にしていたフロストケイブでは、格闘家たちの大合宿が行われていました。とある場所では格闘家とのバトルが必須、そこを突破しなければならない状態となっていました。一方は超耐久を備えた嘆きが繰り出す岩雪崩、もう一方は超速度を備えたコジョンドが繰り出す岩雪崩、このどちらかを突破しない限り先には進めないという、完全な罪ポイントでした。これがマンムーさんが気にしていた、フロストケイブでの異変だったんすねー。というわけで、マンムーさんを不安にするな、みんなが迷惑してるんだぞというクレームの電話を格闘家連盟に入れ、合宿中の選手たちを萎縮させることによって、通れるようにしてもらいましょう。ネタで言ってはいるんですが、言いながらこれはさすがに、老害に片足突っ込んでるなと思ってしまいますね。とはいえ、ガチでフロストケイブで積みかけちゃったからしゃあない。よすよす。クレームによる精神攻撃によって、無事嘆き選手が岩雪崩を外してくれました。ガチでこんな場所で踏ん詰まりを起こすと思ってなかったので、思いっきり油断しちゃってましたね。というわけでどうにか罪ポイントを突破し、イベントを進めることができますね。プレイ中にガチで、これがフロストケイブで起こってる事件だろと言いながら戦ってました。
フレア団がまた何か、悪さしとるんか。お前らはしっかりと、格闘家合宿集団を突破してここに来たんだよな。割とそこは手作業なんですね。なんかこう、勝手に言うことを聞かせるみたいな装置を開発したりしてるのかと思ってました。現場をやる人は割と、肉体労働なんすねおそらくフレア団だけが残っても、また争いを生むだけだと思うんですが、明らかに争いを生む側の人間だけが、フレア団に集っていますからね。ここらでフラダリさんが、フレア団に加入している奴らこそが真の汚れ、こいつらを排除するみたいなことを言い出してくれれば、まだわかるんですけどもね。どんな髪型やねん。女の子の髪の毛が、M 字に交代してるんですが、なお戦闘は何事もないので、バッサリカットする模様。冗談抜きで格闘家合宿集団の方が、強敵でしたからね。しゃあない。私だって別に、戦いたくて戦ってるわけじゃないぞ。トロバッチの心も、旅を通して少しずつ、成長してきているみたいですね。というわけで無事フロスト警部関連のイベントも終わり、マンムーが気にしていた心配事も収まったということで、次の街に進んでいきますよ。だいぶいい感じになってきてるだろこれ。視聴者の中にも、この見た目はさすがに来るという人も、出てきてるんじゃないでしょうか。いつまでも負けてられないも何も、この間勝利を収めてたでしょうが。正直こちらとしては、戦績が五分五分、あるいは私の方が黒星が先行するくらいの心境になってきてるぞ。というわけで今日も今日とて、カルム君と戦っていきましょう。とにかくこのカルム戦は、最初の2体が肝ですね。ニャオニクスとマフォクシーの2体が、とにかくヤバいですからね。せめてどちらも素早さが遅いということであれば、そこまで苦戦することもないと思うんですが、どっちも素早さがかなり高いというのが、とにかく立ちが悪いわ。ひとまず素早さで負けていることは分かったので、初敵相ダメの戦はないということでいいでしょう。気合ダメって、打てればかなり強い技ではあるんですが、最近は打つ暇がなく、素の状態で殴っていかなければならなかったりするのが辛いですね。さて、そろそろ本番、行ってみましょうかね。カルムよ、ここまでの試合はすべて負けへ、次の一戦で勝った方が、100万ポイントや。負け続けることによってレベルが上がり、さすがにもうそろニャオニクスの上を取れるようになっていてほしいところです。ニャオニクスに上を取れるようになってくれば、相当変わってくるはずですからね。やっぱりなんだかんだ言って素早さという要素は、ポケモンをやる上で大事になってきますね。オケオケ。ようやくニャオニクスの上を取れるようになってくれたか。上を取れるようになってくれれば、気合ダメをする隙もあるというもんですわな。先ほども似たようなことを言ったんですが、最近は気合ダメを詰める機会が少なくなってきています。その主な要因が、素早さで相手に上を取られる場面が多いという点です。相手に上を取られる、それすなわち、気合ダメを積んでいる間に相手から2回殴られてしまうということになります。最強ちゃんの耐久力的に、相手からの攻撃を2回受けて耐えられるほど高みかな?ガチでこの子、リアル根性大しとるやろこれ。仲良し度なんか上げまくったって最強ちゃんと私は熱い絆で繋がっているということなんでしょう。さすがは奇跡を起こせる私の相棒、最強ちゃんですわ。というわけでどうにか、マフォクシー突破です。せっかく奇跡が起こったわけですし、大事に行きましょう。3体目は、サンダースですか。サンダースは電光石火を持っている可能性が高いこと。それ以前に素早さ種族値が高く、当然のように上を取られているということから、ここは回復の一手ですね。ニャオニクス、そしてマフォクシーを突破した今、勝負を焦る理由はなくなりましたからね。どっしり構えていきましょう。それにしてもこのサンダース、まさか電気技を持ってないとかじゃないだろうな。
威力が4分の1になる二度蹴りを2ターン連続で打っているというのは、なかなか消せないわ。HP が1の状態で打ってきた時は、ランダムに打ってきたんだろうなぁ、という想像はできるんですが、HP がほぼ全開の状態で二度蹴りを打ってくるというのは、よくわかりません。忖度という以外に表現のしようがないわ。というわけでラスト1匹、アブソルですね。もうそろ不意打ちを覚えていてもおかしくはない気がしますが、不意打ちを覚えていないうちは、ビビる必要はないでしょう。やったぜ。というわけで無事、カルム君に勝つことができました。よかったよかった。この先あと何回カルム君と戦うのかはわかりませんが、相当しんどくなってきたと言わざるを得ません。さて、今日はまだジムリーダーをしばいていないということで、ジムリーダー戦をやっていきますか。とはいえここのジムはエスパータイプ使いのようなので、相手に上を取られてワンパン、みたいなことさえなければ、そうそう負けることはないでしょう。一言目からだいぶスピリチュアルやな。というわけで、ゴジカ戦です。サクサクっとシザークロスを連打して、肩をつけてしまいたいですね。なんでしょう、雰囲気からスピリチュアル感が、漏れ出まくってるわこの人。正直思ったより綺麗めの人ですね。相手の初手は、シンボラーですか。何をしてくるのか、どういう方なのかというのも含めて未知数なので、一旦様子見ということで、しっぺ返しでお茶を濁しておきますか。なるほどなるほど、このシンボラーは、壁張り要因ということみたいですね。そういうことであれば、全くビビる必要はないでしょう。しっぺ返しでいい具合に削れたということでここは回復濃厚、気合ダメを積んで、仕切り直していきますよ。残るんかい。しっぺ返しで与えていたダメージ量的に、ワンパンできると思ったんですけどもね。そううまくはいかないか。ゴジカさんサイドはここで回復薬を連打、早速抱えている傷薬を吐き出してくれました。これでだいぶ戦いやすい状態になりましたね。というわけでまずはシンボラー、突破です。後のポケモンはきっと虫技が抜群で通るに違いないので、このままサクサクっと押し切ってしまいましょう。2体目は、ヤドキングですか。それなりに耐久力があるポケモンではありますが、確定急所抜群シザークロスを受け切れるほどではないということで、処理してしまいましょう。相手のラス1は、ニャオニクスですか。これまた厄介なポケモンを出してきやがったわ。素早さで上を取れていればこちらの勝利、取られていればこちらの負け、非常に単純明快な状況です。ワンチャン確定3発になってないかと思ったんですが、その線はないみたいです。HP 調整も試してはみますが、それでもダメなら行くしかないでしょう。これは、行くしかないですね。特防が下がってしまったら、HP 調整によるナメプの線も、封じられてしまいましたからね。はい。カルム君が使ってきたナオニクスよりもレベルが高いわけで、当然上を取られてますわな。それが分かっていたから、回復連打でワンチャンを求めてたわけですからね。レベルを上げて挑んでもいいのですが、何か作戦はないかということで、いろいろ模索してみましょう。というわけで白羽の矢が立ったのは、高速移動ですね。素早さで上を取られているのなら、高速移動を積んで上を取れるようにすればいいじゃない、これですね。非常にわかりやすい回答ではないでしょうか。ゴジカ戦でしっぺ返しを打つ必要はなさそうだということで、技スペース的にも余裕がありますからね。というわけで、本番行ってみましょう。高速移動により素早さを2段階上昇させ、素早さで上を取れるようにすること、そして気合ダメピントレンズによる確定急所を持って、全抜きしてやろうという作戦ですね。持ち物は銀の粉でもいいっちゃいいんですが、ワンチャンヤドキングを仕留めきれない可能性を考慮して、ピントレンズにしています。ゴジカさんが使ってくるポケモンは、シンボラー、ヤドキング、ニャオニクスの3体となっています。初手のシンボラーに関しては、壁を張って後続を補助するのがメインのようなので、その隙をついて高速移動や気合ダメを、積んでいきますよ。予想通りシンボラーは、リフレクターを張ってきてくれましたね。非常にありがたい限りです。
ここで壁を張らずに再起根を打ってきた場合、吹き合いダメを詰めなくなってしまいますからね。微妙な HP になってしまいました。ここは HP 調整を行っていきます。このシンボラーは今の最強ちゃんではギリギリワンパンできないということで、ワンパンで仕留められるようにするために虫の知らせを起動させて処理していきますよ。オケオケ、まずはシンボラー突破です。やはり虫の知らせ確定急所シザークロスは頼りになりますわ。2体目はヤドキングです。ここは正直何も言うことはないので、このままシザークロスで始末してしまいましょう。使ってくるポケモンが物理耐久が高いヤドランの方だった場合は注意が必要でしたが、特殊耐久が高い方のヤドキングを出してきているので苦戦する要素はありません。というわけでラスト1匹ニャオニクスです。今回は高速移動を搭載して対策万全、負ける要素がないわ。あっぷねー、一瞬ビビったわ。虫の知らせを起動させていた都合上、残り HP には若干の不安がありましたからね。とはいえ所詮はタイプ不一致、やられる道理はなかったわ。というわけで無事、ゴジカさんに勝つことができました。よかったよかった。本当に素早さで上を取られて負けるという一番まずい負け方をちょいちょいしちゃっているのが、とにかく危ういですね。まだかろうじてどうにかなっていますが、初期の勢いは完全に、鳴りを潜めてきちゃってますね。本当にこのゴジカさん、言い方が遠回しというか、占い師をやってそうって感じが出てますね。なんか右側に不穏な人間が立っとるぞ。いててて、急にお腹が痛くなってきちゃった。カルムくんまた後でねー。脈絡がなさすぎるだろ。唐突に NHK をぶっ壊すみたいなことを言い出してるんですが、ガチでこの人、頭か炎獅子になってきてるだろ。一新されるべきはフレアダンサイドなんだよな。こんなことを言うとあれなんですが、街に住む人の性格が悪くて、フレアダンの性格がまともという感じであればまだ共感できるんですが、思いっきり状況が麻薬すぎて、何言ってだこいつという感想にしかなりません。というわけでキリもいいので、今回はここまでにしておきましょうかね。次回はフレアダンをぶっ壊す、ホロキャスター受信料を払う義務はありません。こういう感じでしょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。